フェラーリ246回1は、スクーデリアフェラーリが1958年から1960年にかけて F1 世界選手権で使用したフォーミュラワンカーである。社名の246は、2400cc の6、気筒エンジンを表す。エンジン開発に携わったアルフレードフェラーリの愛称にちなみ、D の246回1とも呼ばれる。当記事では、 発展型のフェラーリ256回1についても説明する。1958年の F1、レギュレーション改定により、アルコール燃料の使用が禁止され、航空機用、ガソリン燃料の使用が義務付けられた。また、決勝レースの最低走行距離が 500km から 300km に短縮され、燃料タンクが小さいコンパクトなマシン作りが可能になった。 フェラーリはこれらの変更への対応策として F2 用に開発した V 型6気筒1.5リットルエンジンを拡大する方法を選んだ。開発はビットリオエアーノの指揮下アルベルト・マッシュミーノがシ,ャシー・ルイジ・ベレンターニがエンジンを担当した。65度のバンク角を持つ D の V6 エンジンは1956年に多界したエンツオ・フェラーリの長男。 アルフレードの意見を取り入れて設計されたもので、1957年の156回にに始まり、1.9リットル、2.2リットルを経て2.4リットルにまで拡大された。その系譜は、ロードカーの D のブランドに受け継がれてゆく。1958年は開幕戦から246回、1で戦い、シーズン終盤には排気量を若干増し、ダンロップ製。 ディスクブレーキを装備した256回位が登場した。1959年はカルロキティの指揮下、ファントゥッチィ製アルミニウムボディの仮装、筒型ダンパーへの変更などの改良が施された。1960年にはリアノドディオンアクスルが配され、前後とも独立喧嘩方式のサスペンションとされた。この年はミッドシップ試作車の 246P も2000、出走した。 1958年シーズンの開幕2戦、フェラーリはプライベーターのロブウォーカーレーシングチームから出場したクーパーのミッドシップマシンに連敗し、その後はバンウォールとの熾烈なタイトル争いが待っていた。クーパー、バンウォールなどの英国勢は、非力なエンジンパワーを補うべく、ミッドシップやディスクブレーキ、マグネシウムホイールなどの導入に積極的だったが、 フェラーリは強力なエンジンを持ちながら、ドラムブレーキとスポークホイールを使い続けるなど、技術面で遅れをとっていた。また、前年に続き、レギュラードライバーの死亡事故に見舞われた。フランスグランプリでは、マイカ・ホーソーンが優勝するが、ルイジ・ムッソがクラッシュして死亡。イギリスグランプリで優勝したピーター・コリンズも、続く、ドイツグランプリで、事故死し、 欠員を補うためスポーツカーレース部門のドライバーたちが起用された。放送音はコリンズの愛車 250GT にオプション装備されていたディスクブレーキを参考に256回1にディスクブレーキの装着を認めさせた。放送音は年間一生ながら25回のポイントを生かしてドライバーズチャンピオンを獲得した。しかし、この年から制定された。 コンストラクターズタイトルの初代チャンピオンの名誉は、バンウォールのものになった。1959年、クーパーのジャック・ブラバムが、ミッドシップ時代の到来を告げる中、フェラーリは依然、フロントエンジンの256回1で戦っていた。バンウォールから移籍したトニー・ブルックスが高速コースで2勝して、タイトル争いに残ったが、 最終戦アメリカグランプリでチームメイトのボルフガングホントリップスに追突されチャンスを逃した。1960年になると256回一では表彰台確保もおぼつかなくなりチームは翌年の1.5リットルエンジン規定導入を見越してミッドシップマシンの開発に注力した。最終戦の地元イタリアグランプリで二の三フィニッシュを決めて観客を喜ばせたが これは、モンツァサーキットの高速バンクが危険だとして、英国勢が参加しなかったためである。この優勝は、F1 におけるフロントエンジン車の最後の勝利として記録された。D の156回に、フェラーリドットコム、2010年3月24回閲覧、246回1、フェラーリドットコム、2010年3月24回閲覧、256回1、 フェラーリドットコム2010年3月24日閲覧ありがとうございます。